Yeah? って、元気ないね、ペドロ。そうですか。なんか心配事？このマブで釣れないエクセルさんに話してみ。アフ。こりゃ？サンドラ、私の息子。まあ、イメージ映像などご覧ください。うわ！パパ！サンドラ！おかえりなさい、あなた。あなたが帰ってくるとサンドラもご機嫌。本当はママもご機嫌なんだよ。ママもでしょ。なこいつ。なに、ホームシックかい？ Yes, I am.ジャパンに来てからもう2年、可愛い息子とセクシーな妻とどうしてるかと思うと、ペドロのバカーのうわのうわエクセルさん、もう一回バカー、ちょっとやりすぎじゃないですか。そんなに弱げでどうすんの。本当に息子が可愛いなら、妻がセクシーなら、二人のために汗水垂れ流して働くのがマブの愛でしょ。ペドロ図鑑、マブの愛。そう、弱音は心のおしゃれ小箱にしまっておきましょう。そして今はレッツバーキン。それが我らバイトの生ける道。エクセルさん、私滝涙状です。行くぞペドロ。はい、エクセルさん。ゲレージャージョントラボかぶって安心ヘルメット。おい、ペドロ、こっち手伝ってくれ。喜んで。ありがとう、エクセルさん。あなたのおかげでまた働ける。労働の喜びを取り戻すことができましたよ。再び滝涙状です。ペドロ、お前は全くよく働いてくれるよな。こんぐらい朝飯前です。もっとも昼飯はもう食べちゃったけどね。日本特有のつまらねえ冗談まで身につけやがって。よし、今日の日給には少し色をつけてやっか。本当ですか。ゴメスのやつには内緒だぞ。ありがとう監督、ありがとう。よかったよかった。うっしゃー、私も頑張るぞ。トナ、空腹が足に来た。いや、我慢我慢。今日のバイト料が入れば4日ぶりに合法的な食事が。ぐ、ここが中心の見せ所。イルパラッソ様のため、理想の果て、巨大な栄光を思えば、空腹の一つや二つ、世界は間もなく思いのまま。親父も、はい、OL も、はい、ペドロも、はい、そしてワッコーも。地球は一つ、割れたら二つ、人類偉大下僕アーンドビューティフォー。進んでええのんか。